あ、かおちゃん、かおちゃん、かおちゃん、何してる？え、ちょっと出れたりする？いいよ。何してきたんですか？あれですね、ステージマシーン、びっくりなんですけど、さっきまでステージ出られてましたよね、今何？あ、そうですね、出てましたね。はい、何を？特攻さんのとこ行って、私にも銀手くれと、はい、拾ってた。もちろんその 会場ね、やった時に、うん、そう、これは自分、これは、これそうですね、スタッフさんにいただきました、カーテン袋すごいよね。そんなね、危ないことはちゃんとあれですよ、ちゃんとわきまえてね、プロの方の元で、うん、教えていただいて。さっきまでステージに立ってた人ですよ。そうですね、そうね、ステージね、ちょっとね、一応そうですね、やらせていただいたんですけども、ありがとうございます。そう、クレレでね、一緒に演奏して、はい、くれれしましたね。そう、でも本当ね、なんか初めてだったからちょっと緊張したの。めっちゃ緊張したの。人のその人に歌ってもらう、うん、自分の弾いてるもので、なんだっけ、最初のすごいアニメ、あの、でもチャ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 の離れ離れの輪ですか。その自分、その一応歌割りっていうの決めたじゃないですか、うん、ここ自分が歌うところで、うん、抑える指が震えて、うん、違うとこ押さえてビャーン負けた。もう面白かった、楽しかったし楽しかった。でも中、楽しかった。中山さんの生誕は毎年最高なので、もう体力とは合わない瀬戸りもね。中山さん以外多分できないよね、この瀬戸りと思うよ、うん、後半に向かってどんどん持ち上げ、うん、楽しかったです。すごい、お、嬉しいね。ハモリすごく綺麗だったって。やっとく今ラッシュやばい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 。でもね、うん、よかったね。よかった、もうね、楽しい、楽しかったね。これはね、今回映像ないから、うん、来てくれた方の記憶の中で、ね、再生していただけたらね、うん、またできたらいいね。またね、そう、本番でも言ったんですけど、一緒に歌いたい曲がね、たくさんあるので、個人的に楽しむか、個人的に楽しむか、またどこかで披露するかっていうので、ね、なんかコメント。やんないもハモってつい、今ハモった。やんない、あ、そう、ハモってた。やんないもハモってたんだ。そう、今日横林さんやっぱ横浜に、あ、そう、なんか昨日クックパッドライブで、うん、そう、昨日だからね、うん、昨日その、うん、明日小林さんは、ね、何するんですか、うん、横浜行くんですかってコメントがあって、行かないよ、うん、なんだよって言って、ここで私の明日の予定を言わないって言った、うん、来たら、やっぱ来てたんじゃないですか。来ましたね。来ました。ちゃんとお昼ぐらいから一緒にね、そうですね、入ってくれました。来ましたね。同じぐらいに入ってくれました。ありがとう。来ました。貴重な一日を。ありがとう。いやいやいや、別に出演させていただく以前に来る予定だったんで、うん、そうだね、ありがとうございます。予定だったんで、うん、あ、そう、 T シャツね、衣装、そう、今そう、ごめん、着替えちゃったんだけど、あるかな、あれありますか、 T シャツ、ある、あるね、あ、もう一つの T シャツってありますか。発見した、これ私、これかぼちゃん、これ私ので、かぼちゃんの、いや、これさ、ブランド出してさ、売ってたらさ、こうやってさ、みんなにさ、買ってねなんてできたのにね。いつブランド出すんですか。いつだろう、出したいんですね。これに着替えて一緒に、そう、4月を しますね、4月、これもう一人で、まやさんが黄色で、3人でお揃いです。作りました。しがさん、しがさん、やりましたね。やりましたね。かわいいね。マジで売りたい、これ本当に、ね、売りたいって、これすごい今売りたい、ね、別に今インスタライブで言う必要のないことだった、ね、欲しいって言ってる、ね、嬉しい、買わせてくれって、ありがとうございます。何これ、美味しそう。生クッキー、え、半生とかじゃなくて、これまでチョコ、これはチョコ、あ、これ関係ない、関係なくはない、関係なくはないけど、うん、普通のチョコ、え、これ食べたい、いいよ、アーモンドっぽいやつ、アーモンドっぽいやつ、お、めっちゃ美味しいの、え、美味しそう、いただきます。これ一口で食べた、私一口で食べた、うまっ
美味しいの。おいしい。美味しいよね。うん、工場来た？ん？ステージにケーキ出てこなかったね。うん。おいしい。ステージにケーキ出てくるのみんな。うん、出てこない。多分そういうのやりたいっていう年だったね。ん？うん、美味しい。私も食べよう。なんか乗ってるやつ。じゃああと4分で終わります。いただきます。優勝ですね。やっぱ甘いものですね、うん、言ってましたけどね、美味しいでもね。おいしい。22歳どうですか。もう先に何ヶ月違うんだっけ。6、7、4ヶ月。でもね、なんかね、毎年思うけど、毎年思ってたけど、特に今回なんだろう、リコちゃんまだ21なのっていう気持ちが今日すごく強い。同い年だけど、 その4ヶ月が、うん、なんだ、差が大きく感じるっていうのかな、多分、うん、なんかわかんないけど、一緒に22になってるつもりなんだ。私の誕生日は6月12日。なんかそんな感じなのね、うん、だからね、今回よりすごいなんかこう長く感じた、その21、まあ、22になるまでの、私が22になって、うん、誕生日来るまでの感覚が。でも20歳になってずっと19でさ、4ヶ月間過ごした4ヶ月が一番長かった。あれはね、あれはこう多分超えることないよね。そう、先に20歳になりやがって、そうだ、ちょっとさ、まあ先にね、生まれたのかね、成り上がってこの世に産み落としていただいたのがね、4ヶ月早かったね。早かったのよ、本当に。やっぱそれはね、うん、あのね、なんかリコちゃんいいんでしょなんて言ってね。そうだよ、これこのお酒飲んでみたよみたいなね、お家で飲んでみたよみたいな。その4ヶ月が一番長かった。なんだよね。でもね、20歳過ぎちゃえばね、もう変わんないからね。変わんない変わんない。楽しかったね。2人とも姉さんになったね。うん、ありがとう。不思議な関係性に見えるって、どういうこと。なんでそんなに仲いいの。普通じゃない。普通じゃない、普通に仲いい、みんな普通にいるんじゃない、ね、仲には、うん、あ、まあ人によるか、うん、あ、のりちゃん、リコちゃんすごい喋れるようになってた、面白かった。本当にね、本当にね、毎回思うよ、あのリコちゃん一人だとめっちゃ喋るんだよ。一人だと喋るね。そう、あの普段はさ、やっぱ人数が多い分さ、うん、そのいろいろあるんですよ、あの MC でね、喋る人は、ね、かぶっちゃうとさ、何言ってるか分かんないみたいなね、うん、そういうのあるので、多分気を使ってね、黙るときは黙ってみたいな感じを、まあ、多分やってるんですけど。PA さんも言ってた、なんて、中山そういえばめっちゃ喋るんだったって。最近の健康がさ、朝で全然、あ、でも9人になったから、ね、やっぱり増えたから、そう、喋るって言っても一言二言、そうだから、あ、そうだったっていう、そう、10分間まるまる話してたよね、質問コーナー。すごい、ね、あれ10分以上喋ってたよ、ね、すごいね。面白かったな、面白かった、ね、そろそろ終わろうかな、10時になったし。え、終わるんですか。もうだって帰らないとね、だって、あ、そうです、明日もね、これからまたね、また30日に向けて、はい、30日、あの柏木企画、イソキン会、あの、私、あの、ひなたちゃんと、そのかほちゃんと私で、うん、3人の、うん、そう、3人のトリオのライブがあるので、それに向けてまた明日から、あと10月29日にはあのピア、そうですね、アリーナでありますので、フェスもあるので、そして今もうライブ続きで、ね、本当に今ラッシュで、それで次の日が31日がミレイちゃんの生誕祭ライブで、11月1日が振り替えの超特急さんとのツーマンがあって、11月3日に近代ライオン、近代さんの学祭が、はい、参加させていただくので、駆け抜けていきます。駆け抜けろすごいね、ね、すごいよね、エビ中ラッシュですね。
はい、ってなわけで今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。お邪魔しました。本当にありがとうございます。びっくりしちゃった今。ありがとう、本当にありがとうございました。だからね、今回の出てくれたから、うん、今度ご飯おごるよって言って、うん、そう、あのワンコインで、ワンコインって500円以内で2人でご飯食べに行きたいと思います。ワンコインはちょっと2人でワンコインだから。それは某エムドナルドちゃん言ってない、隠せてないよ、隠せてないよ。岡崎体育さん今やってるから。あ、そうそうだ、宣伝してるエムドナルドさん今濁して、あの某エムドナルドさんの、じゃあおごってもらうわ。バーガー一つ食べたいよ。確かに食べたい。じゃあそれでは本当にありがとうございました。じゃあスクショタイムやろう。いいよ。じゃあさくらんぼ、さくらんぼ、はい、チーズ。これちょっと前に流行ったよね。ちょっと前に流行った。はい、続いて、ありがとうございます。なんかあるかな。はい、じゃあ22やろう。22、はい、同い年。はい、チーズ。はい、ね、これ44歳の時にやりたい。うまくやりたくない。全部でさ、44歳になった時もさ、なんかちょっとやりたいね。じゃあ集まろうね。集まろう。一緒なんだやろうね。誰がみんな。4人ぐらい見てくれるかな。家族、お父さん、身内でやりたいと思います。はい、じゃあ今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。